阪神山陽の各駅で岸シリーズ、今回は阪神電車、神戸編ということで、今回は深谷駅でございます。あ、申し遅れました。マイケル TV のマイケルです。はい、ここはですね、神戸市の、東灘区の一番端っこになります。なんかね、朝に区間特急が来ます。これは魚崎からどこまでとかな、神戸駅までかな、各駅に止まるっていう感じですね。ここはですね、2019年の冬ですね、11月にと地上線から高架線に、この次回紹介する扇駅と同時期にね、深谷から魚崎までの連続立体交差化がね、実現しましたね。はい、僕のね、友人がね、もらいに手に入れたときは、違う、深谷駅に、神戸側がね、高架に上がって、大阪側がまだ地上だったときだったと思われます。はい。反対側の明石姫路方面は、ご覧の通り、各駅停車しか来ません。では見ていきましょう。始発4時48分、終電が24時16分になっております。お、深谷24時ジャストあるんだ。実はね、大阪梅田ね、一番最初に紹介したとき、阪神神戸三宮行きの特急が24時でジャストだったんですよ。で、ジャストであるかなと思って調べたら、阪急電車3路線、あるんですけども、そのうちの1個、阪急電車の、神戸線、を例に挙げましょう。急行の阪急神戸三宮駅の急行ですね。はい、これ。これがなんと24時ジャスト、っていう、特殊なんですね。あ、ちなみにこの阪急神戸線は2016年にダイヤ改正された時のものなので、阪神本線と同じ時期にダイヤ改正されたっていう感じです。はい。で、この阪急大阪梅田駅は2019年10月1日に発行されたものになります。まで、阪急編でご紹介しますので、お楽しみにしていてください。ですね、深谷駅に戻りまして、明石姫路方面、4時57分始発、24時51分終電。になります。一体この石垣駅何分着でしょうね。あまり距離もないから、まあだいたい車庫に入るのが1時25時回るかなと思われます。はい、阪神高速5号湾岸線ご存知でしょうか。あそこでね、1個ね、インターチェンジでもあって、それがなんと深江浜っていうのでね、はい、まあね、大阪の、インテックス大阪とかね、行くときはね、ちょうどこの深江あたりかな、湾岸線のなんでね、はい、はい、ということで今回は、阪神本線、神戸市の、ね、一番東側になります深江駅の時刻表を紹介しましたと。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。あとね、SNS やっておりますので、URL 貼っておきます。見てください。僕にはね、この深谷っていうところはね、ちょっとね、あまり、ね、阪神電車としてはピンときません。以上です。